はい、考えましたよと。とりあえず無事、次のターンは無事に行けそうな感じではありますね。まずもうアクアはとりあえずここですね。ここ行けるのがもうアクアだけだったんで、とりあえずここに行ってあげて、おめえ次のターン見てろよと、見せどころだと、次のターン見てろよと。でオーディンがもうネオンに張り付きます。で魔力をぶち上げて一撃を狙うと。でエリーゼとかがちょっと大変な、まあここですかね、まあここかこっちかどっちかですね。まあ欲を言えばなんかさ、フリーズとか使いたいんだけれどもちょっとダメだと。でアシュラがここで、その前にフランネル、フラちゃんをねピエリにつけ、ピエ、あそうピエリをが届かないんですよね。だから誰かにつけたいんだけど、どうしようかなってちょっと思ってまして、まあ、エルフィーにね逆に来てくれるとありがたいかなと。まあ、エルフィーはもうここで大丈夫なんで、手ありでやっとけばもう追撃が来ないんで余裕だと。で、ピエリをこれつけて、ジョーカーにつけて、ジョーカーをここに移動させてピエリに交代。いろいろ考えるんですけども、考えは一応できていると。まあ、無事だってことが分かれば、ね、エリーゼはここでいいかな、とりあえず。で、アシュラが、ここだと。ピエリがジョーカーに入って、でジョーカーが入ってこれで交代だと。でフラちゃんはもうルーナに入ってあげるのが一番かな、力も上がるし、とりあえず入れましょうと。でカミラは下戦えないんで、これやられちゃうんで確実に上のやつと戦うしかないと。で上のやつが突っ込んできてくれたら33、攻撃力33、速さ27で、こいつも来るんですよね。だからこれ気をつけないとダメですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、やっぱりここまで届くんだよな。ここ届くから、ここだよな、置くとしたら。ここを置くとこいつの攻撃だったら大丈夫だ。33だから、6食らうだけだと。フラちゃん、フランネル置けないんだよな。まあ仕方ねえか、もう銀濃度でぶち込むと。こっちの方がいいかな。まあ、わかんねえけど、まあ、銀の斧で返り討ちにしてくれるわと。でマークスは余裕、大丈夫。まあ、カムイも余裕。だからルーナでいいのかな、ここ。まあ、ルーナに来ても欲しいところでもあるんですよね。速さがプラス4か、32、力31か、31で力がプラス5になると。なるほど、まあ、フランネルはちょっとルーナにつけてあげて、逆にこれルーナに来てもいいかなって感じはするね。聖堂の斧で来いやと。でカムイはこれもう逃げらんないんで、ここで耐える。誰か CCA、 まあまあここしか行けねえか。でマークス兄さんも耐えると。
あ、一応ここ行けんだ。まあここでいいだろう、とりあえず。待て、こっちにし、いやこっちだな、これしかないっしょ、もうもうこれしかないですね。ちょっと耐えると。でこいつらは来れないんですよね、逆にね。あいつは逃げてった。あ、カミラに来ましたね。おいおい、カミラの一撃。お、あーよし、ナイス兄弟、ナイス、いいじゃない。倒したと。あら、よし、この野郎と、来やがったなと。あいつらは来るんだ、こいつらは来るんだ。あー、なるほどね。はいはいはい、うわ、怖っ。ただ逆に言えば、もうここしのいじゃえば、もうあとザコでしょと。ほん、増援が来なければ、増援が来なければの話で。でも来るんだろうな、これ来るんだろうな、この感じからすると。一刻も早くこう龍脈押しとかないとやばいんだろうな。これもクセモンだからな、こいつな。陰陽師とかふざけやがって。でもこれはもう弓矢があるから、でもこれ死んじゃうからね、やると。こっちが勇者の弓みたいなねやつだったら100-100で大丈夫なんだけれども、まあ無理だと。逆にこいつはどこまで届くの。ああ、届かんすね。弓矢部隊というか飛行部隊はもういないよね。このこいつ左上のこれだけよね。ね、ってことはここ行け、あ、行けるだろう、これ向こう行けるんだから、こっちも行けると。アクアで落とすことができると。え、あー、お前も、いやでも命中、これあれだな、アクアの素早さがめちゃめちゃあるからだね。いやでも落とせないっすね。ルーナでいけるか、銀の剣で、銀の剣いける。よしよし、無事無事、なんとか無事。まあ、ここしかもういけないから、もうここだよ、ここで。ちょっと X、 あ、まあ X 押しちゃうと全部消えちゃうのか。まあ聖堂でいいかな、必殺を回避できるんだったらそれで。よし、やっぱ弓矢のいいところは間接攻撃いけるけど近距離に弱いっつうところだよね。やっぱアシュラが落とせるはずだから、ここは押し、こっちでやった方がいいっすか。42、これ一発外したくないよな。ワンチャン死ぬ確率あるからな。ちょっとできれば死なない方法でいきたいんですけど。でも上げていきたい。まあでもっつうか、上げていきたいんだよな、結局。どうするかだよな、これな。アシュラー。最悪アシュラー死んでも鈴風いるからな。鉄、もっと確率高いのないですね。ないっすね、これ。これゴムの弓とかで力18、力、アシュラーの力18ね。いや、アクアの力めっちゃある。おい、アシュラー頼むぜよ。頼むぜ、おい。まあ、ここは信じるしかないでしょう、鉄の弓。落ちろ、よし、ふう、ちょっとした視線をくぐり抜けましたね。いやでもこっちから倒した方が良かったな、能力下がってるからちゃんと。いや、ちょっと反省だな、そこは反省しよう。これでも落とせないか、命中29、これ怖いからな。
絶対当たるから 29%。 こんなんできない、こんなんできないから、レオン、まあ、エルフィーか。お、いいね、これで 100%。 よし、ナイス、オッケー。これで守備上がるでしょう。また守備上がらない、上がらない、守備が取り柄なのに。よし、で魔法28だから、あとはレオンにお任せ、お任せよっちゃんでいいでしょう。いや、言って敵もなかなか高いな。まあまあ高い、まあしゃあないっすか。お任せよっちゃんってどういうこと？ちょいちょい分かんないんですよね、出てくるんで。試行して、これで、あ、そうね、 X を押してもここら辺は出てこないと。 OK。 いやー、まあまあまあ、序盤が一番やばかったと。こいつも3でしょ、1、2、3、大丈夫ですね。マックスの仕事はとりあえず終わりと。結局マックス来なかったからね、マックスのところ。 OK、 これで終了っすね。大丈夫なのよんと。オーディン今ちょっと攻撃しようとした、なぜやめた。はい、飛んで火にいる夏の虫。はい、来た、ほら来た、来たよこれ、来たよこれ、やばいねこれ。あ、でもこいつ8なんだ。これ火の花また使ってくんじゃねえだろうな、この野郎。なんでここ埋まってんの。あ、これがもう通常に戻ったのか。え、2ターンで戻るってことね。日野か、てめえ、お前また次のターン使ってくんじゃねえだろうな。怖えよこれマジで。了解。まあもうこれはもう倒すしかないですから、この方は。あ、届かねえのか。アクアで、あー、一歩及ばず。あー、辛いぞこれ。ちょいと辛いかこれは。精度 100%、 残り15。木立ちでいけるかどうか。まあまあギリギリ。いやー、なるほどね、危ない、危ないぞと。ギリなんとか。とりあえずあとこっちで、こいつまずこいつ倒す、こいつに集中しよう。いや、こっちもやべえな、どっちもやべえわ、どっちもやべえぞと。この2発は食らいたくない。26、速さ26、あー無理、追撃、誰か加えて追撃はできないと。それかもう逆にフリーズ使っちゃうっていうのも一つの手だけど、ここを倒せてないと困るよね。最悪この2人倒してここ塞ぐか。そうだね、で手斧みたいな魔法のやつで封じないとちょっと危ないかもしれんと。いや、いろいろあるなと。12マス来ても大丈夫だよ。5、6、7、8、9、10、11、12、今日大丈夫。
リギリなのよ。お互い険しい顔してるのよ。なるほどねと。アクアが届かないんだったらこっちで攻撃しちゃおうと。あ、これはこれでいいか。 100% だし。ただ追撃できるんだったらこっちでやっ、あ、これでいいか。これいいな。15-2で必殺ないから、これで絶対倒せると。そうですよね、大丈夫ですよね。でしかもゴムの実の方が不利不利なのにっていう。よし行こう。よし、ナイス。いやー、アクアちょっと焦ったな。また初めてじゃない、ガチで戦ったの。よし、これでまあ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 、でまあ魔法だから、ここでブリュンヒルデか。ブリュンヒルデどうよ。いやー強い、硬いね。76か。あー、でもこいつ斧も持ってんだよ。斧持ってんだよな、これ。やるわ。威力10、36か。幸運19。あ、大丈夫です。必殺5だから全然大丈夫だ。ちょっと欲張りたいんだよね。攻撃、ここで攻撃しといて、下の脅威がなくなりますと。まずこんなこともあるんだなとは。いや、もっと頑張ってもらわんと。これでノーダメージで、エルフィーでとどめを刺せんじゃねえかっていう。よし、100出た。よし、これリーダー100が出たならもうこっちのも。で、残りこいつですわな。まあでも3人か、攻撃できるの。1-2-3だよな。カミラのこの手は絶対か、結局。この 32% ダメージ、銀の斧の威力。あとはもう一回見る。大丈夫ね。切な、怖え。まあ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 届かんよね。まあ届かんよと。何回見てんだよっていう話だよ。一回見りゃいいだろうっていう。切り込みがで、まあ、切り込みするほどじゃねえな。これでさ、必殺出てくれりゃ一番早いんだよな。まあ、1% 出ないよな。そりゃ出ないよ。そりゃ出ない。まあ1にしてあげたと。困るのが100がねえんだよ。100がねえのが一番。90、80ね。パーセンテージでいったら木立なんだよな。いや、でもこういうのね、細けえとこが楽しいんだよな。当たれば問題ねえんだけど、当たったら嫌でしょ、これ。当たったら嫌なんだよ。アクアかい。当たったらマジで嫌なんだよな。まあ、最悪いっか。ピエリとルーナとマックス。ピエリだな。ピエリで、これでいこう。80% で。なんとか。うっす、これがあるんだよ、これがあるんだよな。ピエリコの前も外してたな。なんか外してたよな。やばいか。ルーナで行こう。よし、ナイス。
オッケー、よかったぜベイビーと。よし、これでなんとか持ち直しましたね。いやー、ちょっとギリギリよ。久々にギリギリじゃないこれ。あの幻術の時ぐらいちょっと危なかった、ヒヤッとした。いや本当にこれ、どうしよう、誰マークスと、じゃあマークスここに置いてあげてこうかな。ちょっとでもね、あいつは逃げていくと、来ると、ヒノカまたやってくんじゃねえだろうなこの野郎。はい、出たー、くー、ヒノカヒノカ、おいおいおい勘弁してくれよ、マジか。まあこいつも来れないからってのはあるけど、まあ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 いい、まあいい、この野郎ボケがでも分かってたんなら対策は取りやすいから、でこいつらはもういらねえと。うん、危ねえな、この野郎と。ルーナとしてはもう一歩本当は行きたいけど、行けないから仕方ない。一旦ここで待機だと。いやー、容赦ないっすね。まあでもさっきよりかはこれスペースあるから、まあ和球で来るなら来なさいよスタンスでいいのかな。でさっきマークスに来なかったから、やっぱ守備ですごい勝っちゃってるから来てないんでしょうね。エルフィーにも多分来ないんだよな。でしかもエルフィー食らっても、いやエルフィーのね追撃がないのがマジで嬉しい、ほんと役立ってる。徐々にやっていきますよと。まあ、カミラのここに置いとけば来てくれるでしょう。ちょっと待って、武器ちゃんと見よう。銀ね、さっきと一緒か。でも37、まあ食らってもいいよと。これで OK ですね。とりあえずね。アクアを置いてあげちゃえばいいかな。それで回復よと。いやー、ドキドキですよ、これ。いや本当にこれはね独特よね、独特のドキドキよね。これはこやつ1体だけか、来るのは1体来るから、あでもここダメか、ダメよ、ここダメよ、ここ来るから、そっか、一旦下がるしかないのか。あれですね、マーカスは来てもいいから、魔導16な、34なんだよな、2倍以上なんだよな、それがちょっとね嫌なんですよね。まあ仕方ないと。で広く見よう、広く大丈夫ね。またカムイでおびき寄せ、あ待って待って、危ない危ない危ない、アシュラがそこしか、あでもいけるのか、まあいけるんだったら大丈夫ですね。エルフィーは来ても問題ないと。外すじゃねえ、装備で
して、まあでも逆に、逆にっつうか、来てもらわなくてもいいんですよ。カムイダメージ増やしたくない。そもそもダメージ増やしたくない。すげえ飛んでくる。うわー、撃ってくるんだ。まあまあ、でも、追撃できませんから、あんたたち。あんたたち追撃できませんからと。わー、飛んでくる。いいね。うわー、倒しちゃった。デュアルで倒しちゃう。で、能力下がる。うわー、また出てくる。いやらしいわ。ここい。これ、無限湧きだったら嫌だっすよね、これ。2ターンね。2ターン、桜が待ってんのね、これ。次のターンも多分3歩。こいつ3歩だけだよね。倒しておきたいっすけどね。こいつら、こやつらは。一応倒せんのか。これ12マスでも。陣雷と銀か。気をつけないと1,2,3,4,5,6でここまで届くのね。これいけるか。これ魔防レオンがそもそも届かねえんだよ。ち銀じゃ話にならんな。あ、100がありましたね。逆、あ、これね。これ一撃で落とせんじゃない。ルーナが近くに行けば倒せる。あ、これはいけそうですね。まずアシュラで、いや、エルフィここで落としたいな。 100% がない。いや、よく当てたな、これで。よく当てたわ。えらいわ。よし。いや、そっか、一発外したけど一発当てたんだよな。よく頑張ったわ。よし。いいよ。まあ、単体で頑張ってますからね、みんなね。42、99% か。99に上がったけど怖いよ、これ。怖いんすよね。結局、恐怖があるから。おー、ぴったりじゃない。ぴったり、これぴったり大丈夫だと。100でした、今100よね。じゃあとりあえずルーナと、ルーナとカミラで上のやつを倒しちゃいましょう。多分いけると思うんですよね。18クラウンか。まあまあ、ガードできるのは分かってるから。よしよし。ルーナも上がってきたね。よかったよかった。オッケーオッケー。これでなんとか。これ A だから100。ああ、威力は上がらねえのか。威力上がってないけども。まあいいでしょう。デュアルだから先に攻撃できるのか。デュアルでかいな、これ。でかいっすね。ピエリが意外に。次のターン。あ、まあ、これ、こっちで回復でいいか。リーゼで回復だと。和球。できたらやっぱピエリとかで倒したいんですよね。剣で93、22、これいい感じで削れますね。これでいいか。まあ、必殺は出ない。ちょうどいいちょうどいい。
マジちょうどいいわ。いや、アクアかな。アクアだな、ここは 100%。 でもどうなんだろう、アクアどうすかね、実際これ鍛えていくって。まあ行くか、行くのもいいんでしょう。まあ、頑張ってみましょうか。早いか遅いか分かんないけど、いやあんま上がんねえし。いやそうか、そもそも強えのか、もうレベル10。そうだよな、やべ、ピエリで行くべきだったね。またやっちまいましたね。まあ、ここ、いや、もう上行っとかないとやべえか。上行っといて、アシュラもできるだけ前へ。これで、あとマークスか。マークスに来てくれ。ああ、来るか。でもこれ人雷だから怖いね、これは。これ怖いっすわ。マークスはそこまで活躍はできない。回復してやってると。で、これで龍脈が多分なくなるんでしょう。龍脈なくなった状態ですよね。気をつけないとこうやつらが来るっちゅうわけですわ。オッケー。まあまあまあ、とりあえずここら辺追い詰められた感じのところは切り抜けられましたんで、増援に気をつけつつ次回また進めてまいりたいと思います。テッシーでした。失礼します。